相手が誰であろうと自分を信じて、俺のエンタメデュエルをやり抜くだけだ。未来を紡ぐ D の力、 D ヒーローたち、僕に力を貸してくれ。デュエル行くぞ。俺のターン。ペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラム効果発動。レディースエンドジェントルメン、ペンデュラム効果発動。揺れろ魂のペンデュラム。天空に描け光のアーク。ペンデュラム召喚。現れろ俺のモンスターたち。惜しくも美しく輝く二色のマナコ、ホットアイズペンデュラムドラゴン。頼んだぞモンスターを特殊召喚。エンタメイトドラゴリモーナ、頼んだぞモンスターを召喚。モンスター効果発動。俺はオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。モンスター効果発動。ご覧に入れましょう。モンスターを特殊召喚。頼んだぞシンクロ召喚。モンスター効果発動。ターンエンドだ。プロのタクティクス見せてやる。僕のターン。ドロー、カモン。デスティニーヒーロードリルガイ。手加減はしない。ディアボリックガイのエフェクト発動。カモン D ヒーロー、ディアボリックガイ。カモン、モンスターをリンク召喚。ディアボリックガイのエフェクト発動。カモン D ヒーロー、ディアボリックガイ。魔法カード融合発動。おっとそれはどうでしょう。モンスター効果発動。その美しくも大しき翼翻し、光の速さで敵を撃て。シンクロ召喚。レベル7クリアウィングシンクロドラゴン。モンスターを融合召喚。カモンデスティニーヒーロー、ディストピアガイ。ディストピアガイのエフェクト発動。やるな。カードを伏せる。カードをセットする。アトルダ。それはどうかな。モンスター効果発動。手札から速攻魔法発動。来た。モンスター効果発動。ディストピアガイのエフェクト発動。行け、モンスターでアタック。まだまだ。ターンエンド。俺のターン。ドロー。ペンデュラム効果発動。は
笑わせるな。リバースカードオープン、トラップ発動。ペンデュラムスケールをセッティング、モンスター効果発動。頼んだぞ、モンスターを特殊召喚。やるな、頼んだぞ、モンスターを召喚。ご覧に入れましょう、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。モンスター効果発動。現れろ、レベル7クリアウィングシンクロドラゴン。スタイロのマナコの竜よ、深き闇より蘇り、怒りの炎で地上のすべてを焼き払え。いでよ、ランク7、災い呼ぶ烈火の竜、覇王烈竜、オットアイズレイジングドラゴン。レイジングドラゴンのモンスター効果発動。甘いな、モンスターエフェクト発動。カモン、デスティニーヒーロー、ディストピアガイ。ディストピアガイのエフェクト発動。このままじゃバトルだ、オットアイズレイジングドラゴンの攻撃、噴撃のディストラクションバースト。オットアイズレイジングドラゴンの攻撃、噴撃のディストラクションバースト。まだだ、終わらせるもんか。まだまだショーは盛り上げる。ターンエンド。父さんが残してくれた D ヒーローを信じる。僕のターン、ドロー。 D ヒーローたち、僕に力を与えてくれ。ディアボリックガイのエフェクト発動。カモン、 D ヒーロー、ディアボリックガイ。カードを伏せる、カードを伏せる。ターンエンド、ここからが本番。俺のエンタメを見せてやる、俺のターン、ドロー。オットアイズレイジングドラゴンのモンスター効果発動。そのくらいお見通しだ。リバースカード、速攻魔法発動。俺はモンスターを召喚。モンスター効果発動。そのくらいお見通しだ。リバースカードオープン、トラップ発動。バトルだ、オットアイズレイジングドラゴンの攻撃、噴撃のディストラクションバースト。としてもそれは俺が全力を出し切ってからだ。ターンエンド。父さんが残してくれた D ヒーローを信じる。僕のターン、ドロー。カードを伏せる。ターンエンド、ここからが本番。俺のエンタメを見せてやる、俺のターン、ドロー。バトル、よし。プレイヤーにダイレクトアタック。そのくらいお見通しだ。リバースカードオープン、継続トラップ発動。うわ、このくらい食らってやる。終わらせるもんか。まだまだショーは盛り上げる。ターンエンド。運命はまだ決していない、僕のターンだ、ドロー。カードをセットする。くそ、ターンエンド、ここからが本番。俺のエンタメを見せてやる、俺のターン、ドロー。手札から魔法カード発動。ペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラム効果発動。ペンデュラム効果発動。揺れろ、
魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚、現れろ俺のモンスターたち。惜しくも美しく輝く二色のマナコ、ホットアイズペンデュラムドラゴン。俺はモンスターを特殊召喚、モンスター効果発動。ご覧に入れましょう、モンスターを特殊召喚。俺はシンクロ召喚。モンスター効果発動。バトル、ホットアイズレイジングドラゴンの攻撃、噴撃のディストラクションバースト。うわあ、ヒーローが破れるなんて、ごめん父さん。そうだ、これが俺の目指していたデュエルなのかもしれない。